がここに流れてきてからこんなになっちゃうんですね。喫水線付近の黄ばみ、河川の水が流れ込んじゃって、これが春にあたってこのようになるそうです。ですから右舷側の当たらないところは黄ばみがありませんね。ガンネルの傷やへこみも年式相応にあります。アンカーウインチは動きます。だけどね、ここスイッチの部分が電飾が進んじゃってボロボロになっちゃってますね。このヒンジがやり替えられてるんですね。あまり上手な補修ではありませんね。レールもしっかりしています。デッキの上は頑丈でした。結構汚れていますからね、一度磨きをかけるといいでしょうね。ワイパーはもう動かないんです。で、サーチライトは OK。 ここはバッテリー室、結構配線もバッチリしていますね。これこれ、ここはね、電飾でこんなになっちゃうんですよ。まあ取り替えたがいいでしょうね。これもそう、ここ鍵がね開けにくい、まあ、こういうヒンジだとかね、グラグラしちゃったり、まあ、この辺はしょうがないんですよ。このぐらいの年式になると、まあいろんなところがあちこちありますから、コツコツと直すのも楽しみですよ。まあ汚れに関しては洗えばいいんですよ。サビはサビ通る、黄ばみはサン通る、これが一番ですね。綺麗になりますから。イケスは結構広めです。深さもあって横幅もありますね。イケスもよく使ってらっしゃるから綺麗。使ってないイケスの方が汚いですもんね。あ、水が入ってないですか。普通に使用できま す, です。大丈夫です。シャワーヘッドが交換されていました。このヤマハ FR24 はもともとオープンタイプなんですけどね、リアドアをうまく増設されています。本当だ、あんまり違和感がない。全然 FR の25とか26と言われるんですけど、もともとオープンだったんですね。どっから繋がってるんだろう。そう、自分も不思議だったんですけど。すげえ。前の所有者が上手に取り付けられたそうです。扉の開閉もバッチリです。キャビン内はね、年式相応に古さもありますけれどもね、もう元からみたいな感じですね。違和感が、元からと思ったら、いろんな話聞いたら、これ普通だからもう大きいよね。そう、本当どこからこうつながってるのかが分かんないぐらい上手に扉をつけられていますね。ここにつなぎ目がある、うん、こんな感じになってるんですね。ここにウィンドウシャッ、つなぎ、つないでてたから補強をしてこうしてるんでしょうね。あ、でもがっちりしてるね。すごいがっちりがっちり、うん、これカーペット張り替えるだけでいいんじゃないって感じですね。汚らしいですもんね。コックピットも年式総合ですね。 GPS 拠点は古いですけど全然まだまだ使えます。シートはヤマハの純正、ここが取れちゃったりするんですよ。で、力でガッとしてバキッていっちゃうんですよね。まあ、こんな感じですね。無理するとバキッとこれがいっちゃうんで、いいですね。よっこしょって感じ。あ、こんな感じで、もう1992年に浸水されていますから、もう30年が経ちます。いろんなところ手直しが必要ですよね。バウバースの壁や天井は綺麗ですから、クッションを張り替えるぐらいで見違えると思いますよ。個室トイレは高さがあって圧迫感がありませんね。普通に使えます。まあ、この辺はね、作り変えていただけるといいでしょうからね。後ろは綺麗、すごくここ、中はすごく綺麗。あ、ここは作り変えられてるんですね。開けていいですか。おお、クッション作って物入れにして、ここ横に寝転がれるように、足を伸ばしてね、寝れるようにして工夫されてらっしゃる。あ、こんな感じで寝れますね。足十分伸ばして寝れますね。
こに当たらないように、うん、ホンダ4ストロークガソリンエンジンが搭載されています。馬力は250馬力、巡航速度23ノット最高は約40ノットだそうです。 4,5 年前に新品で交換されています。とても静かなエンジンですね。使用時間はアワーメーターがないので不明ですけど、お話から推測すると約500時間ぐらいじゃないかということでした。調子はすごくいいです。もう何年ぐらい乗ってらっしゃるんですか？この船はもう7年ぐらい、そして 4,5 年前にエンジンを乗せ替えられて、でマックス40ノット。あ、結構前が上がるのかなと思ったら前上がらないんですね。ここまで上がらないんですね。ブレーキもあるんで300キロ近くあるんで、やっぱ上がるのは全然大丈夫。大丈夫ですね。上がんないですね。音がすごい静かです。静かです。本当に静かです。燃料が全然変わらない。ねえ、大きくで1時間で20リッター、1時間20リッターぐらい。ここまで20ちょいで1時間走って20リッター、3500、4000近くです。4000で15ですね。マックス5500、その時は4000と